象徴の土一揆は、象徴元年8月から9月に起きた、室町時代の土一揆の一つ。別名は、象徴の特性一揆。農民が起こした初めての一揆でもある。室町時代中期、共作、流行病、将軍の代替わりなどの社会不安が高まる中、大海坂本や大津の馬酌が特性を求めた。その一揆が、機内一帯に波及し、各地で、 借金区に耐えかねた農民たちが、酒屋、土葬、寺院を襲い、私、特性を行った。私、特性の根拠としては、代替わりの特性であるとされている。室町幕府はこれに急死、官僚、畠山光家に命じて、制圧に乗り出し、侍所所師、赤松光助も出兵したが、一気の勢いは衰えず、9月中には、京都市中に乱入し、 奈良にも波及した。ジンソンの大乗員日記目録には、象徴元年9月ピ、一天下の土民放棄す。特製と合し酒屋、土葬寺院等を破却せしめ、雑物等を欲しいままにこれを取り、釈然等ことごとくこれを破る。官僚、これを成敗す。およそ亡国のもと、これにかぐべからず。日本海次郎以来、土民の放棄の始めなり。 と記載されている。なお、当時工事製造の独占をめぐって、北野社の支援を受けた工事座と延暦寺の支援を受けた馬爵、酒屋が争っており、馬爵の動きは当初は、北野社を襲って、工事座による工事製造の独占を止めさせることにあったが、幕府軍によって、北野社への侵入は、阻止されて、派生した一揆は、本来の目的から逸脱。 暴走して、馬車区と同じ円略寺川であるはずの酒屋や土葬を襲う想定外の事態になったとする、清水勝之の説がある。特性秘分が刻まれた、野牛の放送地蔵結局、幕府は特性令を出さなかったものの、土倉らが持っていた借金の消紋が破棄されたために私特性が行われたのと同じ状態となった。また、大和では、 国内のほぼ全域を、事故の省園化し、かつ幕府から、同国守護にも部任されていた、幸福寺が特性令を認めたために、公式な拘束力を持ったものとして施行された。清水勝幸、象徴の特性一期と、三門、北の社総論、初集、清水、室町社会の創上と、秩序 ISBN 978から4から642028349。 ありがとうございます。